はい、どうも皆さん、こんにちは。コクチャンネルでございます。はい、一応、今日は珍しくですね、お昼の動画ということで、お昼に配信しております。で、皆様の、ランチタイムをあまり、奪いたくないので、3分から4分だけお話しさせていただきたいと思います。で、今回は、何をお話したいのってなるとなんですけど、めちゃくちゃわかりやすくて、この間ですね、珍しく、まあ、サムネに書いてればわかると思うんですけど、夢で高額当選したと。いうことなんですよ。そう。で、めちゃくちゃ覚えていたんですが、まあ今からちょっとその流れの話をしつつですね、お知らせも兼ねてですね、動画にしたいなと思っております。はい。で、とりあえず、そう、当たっちゃったんですよ、夢で。当たっちゃっていて、で、覚えているのは間違いなくナンバーズ3であったということ。そして、ストレート当選であったということ。で、なぜか僕の銀行口座に900万円入ったっていう、まあ、ここら辺、この三つ目にちょっとやばいよね、これ。これ、ナンバーズ3で900万って絶対ないじゃないですか。そう。で、ナンバーズ3であって、ストレート当選であって、番号もバッチリその瞬間覚えてたんですよ。で、よく夢であるんですけど、バッってなって起きて、なんかわかんないですよ。とにかく携帯の、こう、ねんねながら充電してるわけだから、抜いて、持って、トイレに行ってですね、トイレをしながら、これ、絶対そうだよね、と。で、ちょうど直近で僕、出してたじゃないですか。異人伝で高額当選した女性の話をして、で、その女性が、夢を見たと。お金のすごい夢をたくさん、舞い込んでくる夢を見たっていう時に買ったら当たったみたいなのをおっしゃっていたので、あ、これじゃんと。まさにこれじゃんと思って、で、買おうかなって。ただもう夜中のね、多分3時とか4時だったの。で、いや、まだ待てと。いや、まだ待てと。落ち着けと。で、番号もその時ピッチンって聞いてたんですけど、まあまあ、メモらなくても、このページだったら朝も、起きたら覚えてるなって思ったんで、まあ、あえてメモせず、とりあえず一旦寝たんですよ。で、起きたら、夢を見たことは覚えていて、ストレート、ごめんなさい、ナンバーズであって、ストレートであって、900万円入ったのを覚えてたんですけど、番号が、とにかくですね、ちょっとうつろになっていました。はい。で、一応覚えているのが、僕結構因縁数字で、8が因縁数字だって言ってたんですけど、あ、違うじゃん、8ラッキーだったんだっていう話をしたのは覚えてます。で、中で、あと2が出ていた記憶があって、なんか、89012、あ、ここって結構僕の一番いいパターンだったんだみたいな話をした覚えがあるんですけど、ちょっとね、子供が泣いていますね。しゃみしてますね。最近ね、クイーングを覚えまして。はい。で、何の話だっけ。そう。で、そう、番号が不明確になっていたんで、で、確か、多分なんですけど、8、あ、違う、3、8、何がしとか、3、2、何がしとか、で、8だったか5だったかが分からなかったんで、とりあえず、先頭3だったなっていうのがあったんで、とりあえず全部先頭3にして、3、8、2、3、8、5、352、325、あとなんかもう一個ね、とにかくですね、とにかくもう買いましたよ。買いました。そう。で、一応お知らせは何なのってなるんですが、お知らせに関しては、今回の、僕の挑戦はナンバーズ4になるんですが、ナンバーズ4の、中にですね、ナンバーズ4の当選動画だけやるんじゃなくて、実はナンバーズ3まで。ということでですね、まあ多分このお昼の動画をご覧になってない方からしたら、多分何のこっちゃってわかんないと思うんですけど、そういう形になってます。はい。だからですね、ナンバーズ4とナンバーズ3のですね、当選発表の動画と思って、ぜひですね、今日、投稿するですね、夕方のとか6時、7時、8時あたり、間違いなく投稿できると思うんです。ので、それを見ていただけたら、楽しいかなと思います。個人的にはですね、両方ダブル当選してしまえば面白いなと思ってます。そして、ちょっと子供が、また一人ごとを始めたので、そろそろ動画を終わらせていただきたいと思います。で、皆さんもランチタイムですね、約5分ほど奪ってしまったんですが、皆さんもぜひですね、ゆっくりご飯を食べて、後半戦のですね、仕事を頑張っていただけたらいいなと思っております。では、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。